背番号に城島健二である。工藤は城島からのサインに決して首を振らない。まるで子供と対話するかのような仕草を交えつつ、結局いつもサイン通りに投げる。城島はそんな環境で鍛えられてきた。2020年、城島健二さんがソフトバンク球団会長付き特別アドバイザーとして15年ぶりに古巣に復帰、再びホークスのジャージに身を包みました。当時4年連続の日本一を狙うソフトバンクとしては大事な局面を城島さんに託した格好ですが、その城島さんは春季キャンプに初日から参加しました。練習を始める前に王貞治球団会長、当時チームの監督だった工藤公康さんと共に豪華なスリーショットを実現させた城島さん。選手やスタッフの前で挨拶した際に、若い時に工藤さんにめちゃくちゃいじめられましたと発言。熱心な野球ファンであれば、この発言で工藤前監督と城島さんの試合中のある光景が思い浮かぶかもしれません。工藤の試練、冒頭でご紹介したいじめられていたという発言に続いて、城島さんは、工藤さんは厳しい人だからいじめられている人がいると思うとドキッとするような言葉を投げかけ、いじめられてるだろと、城島さんのようにホークスのみならず日本代表の正捕手とも言われる甲斐拓也選手に話を振りました。突然名前を言われた甲斐選手は、いいえと否定するのがやっとでしたが、城島さんは笑みを浮かべて、若い時に工藤さんからめちゃくちゃいじめられてました、甲斐、気持ちはわかるぞと工藤さんのいじめ事件を暴露したのです。城島さんが正捕手を務めていた時代、当時のダイエーホークスは3度のリーグ優勝、2度の日本一に輝きました。そして城島さんはさらにアテネオリンピックで銅メダルも獲得しました。そしてワールドベースボールクラシック世界一を経てメジャーリーグにも挑戦しています。しかしそんな城島さんですが、若い頃はそれほどキャッチャーとしての評価は高くありませんでした。1994年、城島さんはドラフト1位で当時のホークスに入団。バッティングは高く評価されていましたが、守備に関しては素人以下とも言われていました。そんな中、工藤さんは同じ年に西武ライオンズからフリーエージェント権を行使してホークスに移籍してきました。工藤さんから見た当時のホークスは、走らない、守れない、勝つ気のないチームに見えたといいます。そんな工藤さんに、当時チームの監督を務めていた王貞治さんは、城島を一人前にしてやってくれと命じました。そんな中でブルペンで初めて工藤さんのボールを受けた時、当時18歳の城島選手は工藤投手のカーブをミットに収められませんでした。リードに関しても素人同然で、簡単に相手チームに読まれ打ち込まれてしまっていました。ですがそんな状態でも工藤投手は城島選手のサインに対して首を振らなかったのです。あえて打たれることで反省材料にしてもらおうというのが工藤投手の狙いだったのです。某細かくて伝わらないモノマネの番組で披露された城島選手のサインに、工藤投手がカーブとジェスチャーを交えながら疑問を呈し、そのまま投げて打たれてしまう場面のモノマネを覚えている人もいるのではないでしょうか。一人前のキャッチャーに、野村克也さんが残した言葉の中に、優勝チームに名捕手ありという名言がありますが、それだけキャッチャーは重要なポジションです。当時のホークスは野手では小久保裕紀選手や後に三冠王に輝く松中信彦選手が台頭していましたが、キャッチャーにはまだ目立った存在がいませんでした。そのため王監督は工藤投手に城島選手のことを頼み、工藤投手も城島選手に対して意識的に厳しく接するようにしていました。城島選手は試合中の配球についてたびたび工藤投手からマウンド上で問い詰められることもあったそうです。また守備が終わればベンチで説教を受けるなど、城島選手は工藤投手に徹底した指導を受けました。城島選手の方も試合が終わると教えを請おうと深夜工藤投手の部屋を訪ねたこともありました。城島選手は怒られながらも、いつか工藤さんに口出しされないようなキャッチャーになってやると心に誓ったといいます。城島さんは後に、あれがあるから今の自分があるという気がする、工藤さんには本当にいろいろなことを教えてもらったと述懐しています。これに対し工藤さんは、
僕が育てたんじゃなくて彼が自分で育ったと語り、さらにどれだけ厳しく叱っても食らいついてくる強靭な精神力が彼にはありましたと城島さんを高く評価していました。1999年、工藤投手は城島選手に対しこう言いました。今年1年間お前が出すサインには一切首を振らないから自信を持ってサインを出せ。そして城島選手は初めて全試合出場を果たし、リーグ3位の打率3割6厘を記録、球団初のリーグ優勝と日本シリーズ制覇に大きく貢献しました。工藤投手に初めて信頼された瞬間でした。さらにこの2人は最優秀バッテリー賞も受賞。今までの苦労が報われた受賞に城島選手は歓喜したに違いありませんが、工藤投手は会見の席上でまだまだ下手と一蹴しています。城島選手の方は冗談交じりに、来年も工藤さんとこの賞を取れると信じてますけど、どうやら工藤さんにその気がないみたいなので来年は別の人と取りたいとコメントし、場内を笑いに誘いましたが、その言葉は現実となってしまい、工藤投手はシーズン終了後にフリーエージェント権を行使して巨人に移籍します。その翌年、巨人とホークスが日本シリーズで対戦。工藤投手は愛弟子の城島選手と対決する格好になりました。イニングごとに叱るなどして厳しく教えてきた城島選手に、今度は対相手バッターとして工藤投手はボールを投じていきます。その中で城島選手は見事ホームランを放ちました。昨年のホークス日本一を支え、師弟関係にあった2人の対決が早くもシリーズ初戦で実現。違うユニフォームに別れはしたが、昨年に続いてシリーズの主役を担う2人の勇姿に関係者は熱い視線を送っていたと新聞記事には書かれていました。工藤投手は大きく成長した城島選手の成長を頼もしく思ったのではないでしょうか。2020年、工藤監督率いる古巣ホークスに城島健二さんが帰ってきました。若い頃工藤さんにいじめられたと笑う城島さんの脳裏には、叱られてきたり打たれた日々が鮮やかに思い出されていたことでしょう。そんな工藤さんと城島さんの思いは一つ、甲斐拓也選手の成長です。甲斐には成長してほしいよねって話をして、お前の話をしてやるのが一番いいんじゃないかと。お前が一番経験してやってきていることもたくさんあるだろうから話をしてやってくれと工藤監督は城島特別アドバイザーに話したのだといいます。お前も散々俺に怒られてきたんだからと工藤監督は城島アドバイザーに振り返って笑いました。キャッチャーは扇の要と言われ、試合をコントロールするグランド上における監督のような役割があります。それだけに監督とキャッチャーは考えを共有しておいた方がいいというのが城島特別アドバイザーの考えでした。試合の中で言うと、この1点を守りたいのか、上げて同点にしてもいいのか、監督がどういうふうに考えているのか、拓也が知っておいた方がいいんじゃないですかねと城島アドバイザーは工藤監督に進言したといいます。そしてその後、甲斐選手はさらに成長を遂げました。甲斐キャノンという名前もすっかりおなじみになっています。ホークスは見事4連覇を果たし、甲斐選手はさらにその翌年、東京オリンピック2020で正捕手を務め、日本代表の金メダル獲得に貢献するのでした。